それではですね、今日は、松永さんが、アレンジメントに初めて、挑戦してみようと思います。では始めていきたいと思います。では、一番初めにこの、部分というか作品の中心となる部分ということで、はい、ここにありますユリを行きましょうか、ね。繊細ですね。今葉っぱのお掃除などをして、刺していただきます。でこの大きい葉っぱも取っておきましょうかね。はい、あ、これを切り落とさないように手で、はい、手で、はい、手でちぎっちゃって大丈夫です。はい、あとこの辺とかも、はい、取っちゃって大丈夫です。はい、取りますそうですね、そこも取っちゃいましょうか。はい、そしたらここがちょっとボコッと出ていますので、はい、きれいに斜めに斜めに、はい、鋭角に斜めに切っていただきます。はい、で、それをですね、こちら側かこちら側かに入れようかと思うんですが、はい、そうですね、そしたらこういう感じで、はい、そんな感じで入りますかね。はい、OK です。はい、じゃあこれとお友達になれるように、かつ刺した時に中でぶつからないようにちょっとだけ離してみて。今日はどこでお食事するんですか？今日は渋谷です。渋谷に行くんですか？でもきっとびっくりするんじゃないですか？そうですね、こんなことしませんからね。ちょっと買ってきたと思う。買ってきたと思うね。どうしよう、作ったってシャミしましょうか。途中で証拠がないとか、ね、本当って言ってさ、信じてくれないかもしれないよね。家庭を取って家庭を取っていかないと。そうです、ね、このあたりでシャミ取りましょうか。はい、どうぞ出してください。初めてのアレンジメント。そうです ね、やっぱりさ、初めてやっちゃいました。そう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 、すべての木が集まる一点に入れますよとか、ね、そういうのがあったりするんですけど、それだとちょっと花が、あれなので、今日はプレゼントだから、急にこう難しい形になっちゃってるので、はい、基本も何もなく、はい、ここに入れて、ここに入れてみたいな状態になっちゃってるんですけど。